石化層制定国際空港は中華、人民共和国河北省石化層市制定圏にある空港。石化層市の中心部からは 32km 離れている。1984年に開港。長さ 3400m の滑走路と平行滑走路を持っているため、ボーイング747やエアバス A380 などの大型旅客機の離着陸も可能である。 現在のターミナルは北京オリンピックによる北京首都国際空港の混雑を分散化させるために計画されたもので2008年5月に完成した。2009年の輸送実績は旅客が132万人で中国47位、貨物が18,672トンで中国38位であった。2015年に入ると春秋航空が6月に名古屋、 中部線を開設したほか、9月には北京首都航空が6月から定期チャーター便として運行していた大阪、関西線と静岡線を相次ぎ定期化するなど、日本路線が相次ぎ開設されるようになった。ターミナルから南へ約 4km のところに高速鉄道である京国旅客専用線の制定空港駅がある。空港から無料シャトルバスが出ており、 乗り継ぎ可能。シャトルバス、ターミナル1階の1号門前から毎時0分と30分。出発、運行時間7時21時、所要時間10分。ありがとうございます。